厚み清し、厚み清し、厚み清し、1928年、昭和3年3月10日から1996年、平成8年8月4日は、日本のコメディアン、俳優。本名は、田所康夫。愛称は、虎さん、風雨天、配合。代表作、男はつらいよシリーズで下町育ちの敵屋で、風雷坊の主人公、車、虎次郎を演じ、 トラさんとして広く国民的人気を博した。没後に国民栄誉賞を受賞。1928年昭和3年3月10日に東京府東京市下役車坂町、現東京都台東区への7丁目で地方新聞の新聞記者をしていた父友次郎と元小学校教諭で内職の封筒張りをする母達との間に次として生まれる。 兄に、健一郎がいる。1934年11月、板橋尋常小学校に入学。1936年、一家で、板橋久志村清水町に転居。それに伴い、志村第一尋常小学校へ転入。小学生時代は、いわゆる結色児童であったという。加えて、病弱で、小児腎臓炎、小児関節炎。 暴行語る等の様々な病を患っていた。そのため学校は欠席がちで3年児と4年児では長期病欠であった。欠席中は日がついたチラジオに耳を傾け徳川無性や落語を聞いて過ごし、覚えた落語を学校で披露すると大変な評判だったという。1940年に板橋城山高等小学校に入学。 第二次世界大戦中の1942年に、菅野中学校に入学するが、学徒動員で、板橋の軍事工場へ借り出される。1945年に同校を卒業するも、3月10日の東京大空襲で自宅が被災し焼け出される。卒業後は、校員として働きながら、一時期、担ぎ屋や敵屋の手伝いもしていた、親友の谷美紀一に、かつて自分は、 マスヤ一家に身を寄せていた、と語ったことがある。この幼少期に培った知識が、後の、男はつらいよ、シリーズの虎次郎のスタイルを生むきっかけになったと言える。1946年には、審判の剣劇の幕引きになり、大宮市に一括館、安倍定一大域でのちょい役で舞台初出演。中央大学小学部入学後、船乗りを志して退学したが母親に猛反対。 されたため断念。知り合いのつてを頼って、旅回りの演劇一座に入り喜劇俳優の道を歩むことになった。なお、当初の芸名は、厚見悦郎であったが、無名時代の極初期に参加した公演で、座長が観客に向けて、配役紹介を行う際になぜか、悦郎を忘れてしまい、清ととっさに行ったものをそのまま使用したと言われている。厚見は、 愛知県の厚見半島から取ったとされる。1951年、東京浅草ロックのストリップ劇場、100万ドル、劇場、建物疎開した観音劇場の後の専属コメディアンとなる。2年後の1953年にはフランス座籍。この頃のフランス座は、長戸勇、東八郎、関隆史六など後に、第一線で活躍するコメディアンたちが在籍し、 コント作家として、井上久志が出入りしていた。またこの頃、浅草の銭湯で、後にシナリオライターとなる、早坂明。当時は、大学生と知り合い、生涯の親友となる、口実三省。1954年、肺結核で右肺を切除し、サナトリウムで、約2年間の療養生活を送る。このサナトリウムでの療養体験が、後の人生観に、 多大な影響を与えたと言われている。右肺をなくしたことで、それまでのドタバタ喜劇ができなくなった。また、復帰後すぐに今度は胃腸を患い中野の立証、厚生会病院に1年近く入院する。再復帰後は酒やタバコ、コーヒーさえも、一切やらなくなり過剰なほどの節制に努めた。1956年にテレビデビュー、1958年に、 おさ三大繁盛で映画にデビュー。1959年には、ストリップ小屋時代からの名優である谷美希一、関隆四六と、スリーポケッツを結成。しかし、数ヶ月後には脱退している。1961年から1966年まで、NHK で放映された、夢で会いましょう。若い季節に出演。コメディアン、厚見清の名を全国区にした。 1962年公開の映画、あいつばかりがなぜモテるにて、映画初主演を務める。同年、フジテレビ連続ドラマ、大番での牛ちゃん役が受ける。同年、ヤクザ、風天役で出演した、おったまげ人魚物語のロケの際、海に飛び込むシーンでは、右排泄所の影響から飛び込むことができず、唯一大役を立てたシーンとも言われている。当時、複数の映画が、 同じ地域で撮影を行っており、この時の撮影現場では、映画、切腹、中台達也、岩下島、丹波哲郎、三国連太郎の撮影現場の宿に泊まり、同宿した多くの俳優や監督と接することとなる。1963年の野村義太郎監督の映画、背景天皇陛下様で、カタカナしか書けず、軍隊を天国と信じてやまない、純朴な男を演じ、 俳優としての名声を確立する。この作品が、富士テレビの関係者の評判を得て、男は辛いよの構想が練られた。1965年公開の、ハニススム監督のブワナ都市の歌では、アフリカ各地で4ヶ月間及ぶ長期ロケを観光。この撮影以降、アフリカの魅力に取り憑かれプライベート旅行で何度も訪れるようになる。男はいよのイメージからはえないが、 最初は、小竹より、東映の方が、厚み喜劇の売り出しに熱心で、東映で、喜劇路線を志行とした、岡田茂プロデューサー、後、東映社長に引き抜かれ、岡田が登用した、瀬川正二監督の、喜劇休業列、1967年た喜劇列車シリーズなどに主演した。東映とは、水が合わなかったが、 東映での出演作としては、またたび映画の最高傑作とも言われる、靴掛かけと木次郎う強を一匹、加藤康史監督、1966年のみのぶの、朝木千役は、名演として知られる。この時期の主演作品としては他に、TBS のテレビドラマ、厚み清の泣いてたまるか、1966年、などがある。1968年、テレビにて、 テレビドラマ、男は辛いよが放送開始。放送期間は1968年10月3日から1969年3月27日までの半年間。脚本は山田洋二と森崎あが担当した。最終回ではハブに噛まれてトラさんが死ぬという結末に視聴者からの抗議が殺到した。翌1969年に 罪滅ぼしの意味も含めて、松竹で映画を制作。これが予想に反死大ヒットとなり、以降シリーズ化となって、制作の始まった、山田洋次監督の映画、男はつらいよシリーズにおいて、主演の車虎ロ郎、風天の虎役を27年間48作に、わたって、演じ続けることになる。この映画のシリーズは、国民的映画として、日本中の多くの人たちに親しまれた。 映画のシリーズでは最多記録の作品としてギネスブックにも載るなどの記録を成し遂げた。1972年、厚みプロを設立し、小竹と共同で映画、ああ、声なき友を自身主演で制作公開する。1975年、小竹80周年記念として制作された映画、友情に出演。1977年には、 テレビ朝日制作の土曜ワイド劇場、田舎刑事時を止まれにて、久しぶりにテレビドラマの主演を務める。同作品は後に長く続く、人気番組土曜ワイド劇場の記念すべき、第1回品であると同時に、第32回文化庁芸術祭のテレビ部門ドラマ部の優秀作品にも選出されている。この成功を受けて、同作品はシリーズ化され1978年に、 田舎刑事旅路の果てが、1979年には、田舎刑事幻の特攻隊が、いずれも、厚見主演で、制作放送されている。映画、男は辛いよ、シリーズの大成功以降は、厚見清志イコール、虎さんの図式が固まってしまう。当初は、イメージの固定を避けるために、積極的に行った作品に出演していたが、どの作品も、映画、男は辛いよシリーズほどの成功は、 収めることができなかった。唯一1977年、八津墓村で、それまでのイメージを一新して、名探偵、近代地光介役を演じ、小畜始まって、以来のヒットとなったが、シリーズ加権を東方に抑えられていたため一本切りとなったこと大きなキ路となる。1979年、昭和54年4月14日に、NHK で放映された、テレビドラマ、 育三川超えたれど昭和の心小賀正夫では、作曲家、小賀正夫の生涯を鮮烈に演じ高い評価を得るが、新たな役柄の幅を広げるには至らなかった。また、この時期、今村昌平監督が、復讐するは我にありの主役、絵の傷岩尾役でオファーしたが、寅さんのイメージを裏切りたくないとの理由でことは、いる。1980年代以降になると、 当時の松竹の思惑や厚み自身も、他作品への出演に、消極的になっていたこともあって、男は辛いよシリーズ以外の主演はなくなっていく。1988年、昭和63年、四十法章受賞。その後は、主演以外での参加も次第に減っていき、1993年に公開された映画、学校が、男は辛いよシリーズ以外の作品への最後の、 出演作品となった、遺作は亡くなる直前まで出演した48作目、男は辛いよとラジロをくれないの花。晩年は、松竹の看板として、かなりの無理をしての仕事であった。男は辛いよ42作目、1989年末、公開以降は、病気になった厚みに配慮して、立って演じるシーンは少なくされた。晩年は、立っていることも、ままならず、 撮影の合間は、トラさんのトランクを椅子代わりにして座っていることが多かった。44作目、1991年末公開の頃、スタッフに挨拶されて、それに笑顔で答えることさえ辛いんです。スタッフや、見物の方への挨拶を省略していただきたいと、山田洋二に語っている。ところがこの事情を知らない、映画撮影の見物客は、 厚みに声をかけても全く反応してもらえなかったことから愛想が悪いとの理由で厚みを批判することもあったという体調が悪くなった42作から老いの蜜を主役にしたサブストーリーがられ年2本作っていたシリーズを1本に減らし蜜をの出番を増やして虎次郎の出番を最小限に減らしている病気については1991年に 肝臓癌が,が見つかり、1994年には肺に転移しているのが分かった。47作からは、主治医からも出演は不可能だと言われていたが何とか出演。48作に出演できたのは奇跡に近いとのことで、ある。1996年6月に49作の映画化の件で話し合いコーチロケを承諾し、撮影を控えていた中、7月に体調を崩して、 同月末に手術を受けたものの、癌の転移が広がり手遅れの状態だった。1996年、平成8年8月4日、午後5時10分、転移性肺がんのため、東京都文京区の順天堂、大学医学部付属順天堂委員にてこの世を去る。俺の痩せ細った死に顔を他人に見せたくない。骨にしてから世間に知らせてほしいという厚みの遺言により、 家族だけで密葬を行い、遺体は東京都荒川区内の町屋斎場でダビに付された。撮影現場には2日後の6日の夕方、妻から秋から制作が決定していた第49作制作打ち合わせに、来たスタッフに告げられ不法は3日後の1996年8月7日に、小畜から公表された。そして8月13日には小畜大船撮影所で、 トラさんのお別れの会が開かれ、山田が、との長寿を読み上げた。世間では、厚み清の死を、トラさんの死と捉えて報道された。死後、日本政府から厚みに、国民栄誉賞が贈られた。男は辛いよシリーズを通じて、人情味豊かな演技で広く、国民に、喜びと上位を与えことが、受賞理由。俳優で、国民栄誉賞が贈られるのは、 1984年に死去した長谷川和夫に次いで二人目である。妻は熱心なカトリック信徒で、厚み自身も亡くなる直前に病床でカトリックの洗礼を受けていたことが明らかになっている。2000年に発表されたキネマ旬報の20世紀の映画スター、男優編で日本男優の9位、同後の 読者が選んだ20世紀の映画スター男優では第4位になった。さらに映画館をいっぱいにしたマネーメイキングスターは誰だ日本編では第1位。厚見清のプライベートは謎に包まれた点が多く、経歴にはいくつかの遺説がある。小林信彦長のおかしな男厚見清の略年譜によれば、1940年に志村第一人情小学校を卒業後、 志村高等小学校に入学する。1942年に卒業し、14歳で、志村坂上の東京管学期に入社するが退社し、その後は家出をして土砂回りをしていたとのことである。菅も学園関係者によると、戦前の在籍記録は繊細により消失しており、卒業していたのかしていないのかだけでなく、在籍の有無ですら公式には何とも言えないという。ただし、 何人かの OB の証言によれば、在籍はしていたが、卒業はしていないとのことである。a 六助によれば、戦後焼け跡の金属を監金し、秋葉原で部品を開口席ラジオを組み立てるグループに A も参加していたが、そのグループのリーダーが、厚見清であった。トラさんの演技で見せる社交性のある勝さとは、対照的に、実像は、講師近藤を非常に嫌い、 他者との交わりを避けていた。男は辛い世のロケ先で撮影協力した地元有志が開く園籍に一度も顔を出したことがない。話はよく知られており、新編にファンが近寄ることも嫌っていた。タクシーで送られる際も、この辺りでと言い,い、自宅から離れた場所で降りるのを常としていた。さらに厚みはなくなるまで芸能活動の仕事を一切プライベートに持ち込まなかったため、 厚みの自宅住所は芸能、映画関係者や芸能界の友人にも知らされていなかった。家族構成は妻と子供二人だが原宿に勉強部屋として自分個人用のマンションを借りており、そこに一人こもっていることが多かった。長男の田所健太郎が親族の立場で公の場に顔を出すのは厚みの死後だった。厚み自身の結婚式は 親族だけでささやかに行い、仕事仲間など呼ばなかった。芸能記者の木沢慶一は招待され、友人代表として出席したが、木沢はそのことを、厚みの島で公表することはなく、厚みの没後にその時の記念写真と共に、初めて公開した。結婚まで秘密にしていたため、没する数年前でも厚みが独身と思っていた人が多かったようである。厚みは、 新たま道代の熱狂的ファンを自称していたため、結婚の際は、新たま道代さんごめんなさい、の、名コメントを出した。芸能界の関係者ともプライベートで交際することは、ほとんどなく、男はつらいよシリーズで、長年一緒だった、山田洋二や、黒柳哲子、関隆四六、谷間一でさえ罪みの自宅も、個人的な連絡先も知らず、仕事仲間は、 国別式まで厚みの家族との面識はなかった。これは厚みが生前、私生活を徹底的に秘得し、厚み清イコール虎さんのイメージを壊さないためであった。このきっかけは街を歩いていた時に、見知らぬ男性から、よう、虎と声をかけられてからのことだと語っている。実生活では、質素な生活を送っていたようで、車は一台も所有しておらず、 仕事での食事も店を選ばずに適当な蕎麦屋で済ませていたという。そんな厚みであったが、脚本家、早坂明とは二十代に、銭湯で知り合い、何度もプライベート旅行に行くなど、終生の友であった。厚みは常に、行さん、早坂明の暁を音読みしたもの、俺も連れてってちょうだいよ、と早坂との旅行を大変楽しみにしていた。東京生まれのため、 田舎を持たない厚みにとって、特に、早坂の故郷である、愛媛県北条市、現、松山市及び、沖合にある、北条鹿島はお気に入りで何度も同行している。厚みの俳句、お遍路が一列に行く、虹の中は、早坂作の NHK ドラマ、花遍路、早坂の自伝的ドラマ。厚みは、ナレーション担当で、遍路がモチーフになっており、 舞台は前日の愛媛県北条市及び早坂への思いであると思われる。このことが実現しなかった第49作、虎次郎花変野ののもとになった。厚みの死後発見された晩年の手帳には旅行に行こう。家族と行さんにも声かけて一緒に行こうと綴ってあった。これらの内容からも厚みにとって早坂がどれほど大切な存在であったかが伺われる。 早坂は厚みが大変才能のある役者であるのにも、かかわらず、寅さん以外の役をほとんど演じられないことを危惧し、厚み自身も何とか抜け出そうとの思いがあったが、結局、寅さんの縛りから抜け出すことはできなかった。昭和60年頃、厚みは、廃人、尾崎放斎を演じたいと早坂に相談し、早坂と厚みは取材旅行に訪れ、脚本の大筋も完成した。 ところが、寸前日報局で、尾崎放災がドラマ化されたため、急遽を種田三島下に変更することになり、厚見と早坂は今度は種田三島下の取材旅行に訪れ、脚本も完成した。にもかかわらず、クランクイン寸前になって、突然厚見から制作の NHK に交番の申し出があった。交番の理由は、体調不良やスケジュール不合など言われるが、周囲からの トラさんのイメージ損失を嫌ったこととの圧力かと思われる。ちなみに、厚み交番により、主役がフランキー・サカイとなった、このドラマ、三等化、なんでこんなに寂しい風服は、モンテカルロ国際テレビ祭、脚本部門、ゴールデン人ンフイコール最優秀賞を受賞し、フランキー・サカイは、同最優秀主演団優勝を受賞している。しかし、早坂は、厚みに、初期のテレビドラマ、 泣いてたまるかや、上記、土曜ワイド劇場の第一回作品の田舎刑事シリーズなどの脚本書いており、いずれも、寅さんではない厚みの魅力が引き出された名作となっている。上記著書の小林信彦は1960年代前半に放送作家として厚みと知り合い、独身時代はお互いの部屋で徹夜で語り合うなど親友に近い、 関係であったが、次第に疎遠となっている。同書では、小林がその後親しくなっていく。クレイジーキャッツの花はじめと厚みとは互いに、敵外心に近いライバル意識があったことにも触れ、クレイジーのメンバーの社会常識を称える形で、厚みと性格的底があったことを示唆している。なお、花からは後年、結果的に山田洋二作品のレギュラー主役の座を奪う形となった。 厚みは藤山博美を高く評価しており、ひろみの講演のパンフレットには、私は藤山博美という役者の芝居を、ただ、客席で見るだけで、楽屋には寄らずに帰れる。帰る道すがら、よかったなぁ、うまいなぁ、憎たらしいなぁ、一人大切にその良いを噛み締める、ことにしている。と書いていた。ひろみも厚みが、客席に来ていることを知ると、舞台で、横丁のトラコ まだ帰って、んのか。というアドリブを発していた。非常な勉強家でもあり、評判となった映画や舞台をよく見ていた。しかし、トラさんとは全く違ったスマートなファッションであったため、他の観客らにはほとんど気づかれなかったという。山田洋二は、厚みの頭脳の良さを指して、天才だったと語っている。特に記憶力に関しては、驚異的なものがあり、台本をに、 三度読むだけで完璧にセリフが頭に入ってしまったと証言している。2006年9月4日に NHK プレミアム10で放送された厚み清の肖像、知られざる役者人生によると、小竹が映画の低迷期であったのも手伝い、突出して人気のあったトラさんのイメージを大ごとしたいからといろいろな企画を没にしたりして、それ以外の役柄に恵まれなかった。 増村ムラの映画、セックスチェック第二の性をもとにして、作中男だと疑われる、スポーツ選手の女性が、本当に男だったという主演映画などが、没になったアイディアの中にあった。この構想はすでに、早坂明によって、厚み清子の青春として、1968年に、シナリオ化されている、シナリオ作家協会発行シナリオ1968年8月号収録、が、 映像化はされていない。黒柳哲子はプライベートでも付き合いのある数少ない存在で彼をお兄ちゃんと呼んでいたほか、夢で会いましょうで共演していた時に熱愛疑惑が持ち上がったことがある。ちなみに、それを報道したスポーツ紙には、フランス座時代に幕愛のコントで黒柳が小学生の頃いつも呼んでいたチンドン屋の格好をした時の写真が掲載された。 これは当時マスコミがその写真しか得られなかったためである。黒柳は1996年に開かれた、トラさんとのお別れの会に出席し、2006年は、厚みが死んでから10年と節目の年であったためか、厚みのを話すこともしばしばあった。また森重久也は、厚みの才能に非常に目をかけ、厚みも森重を慕っていたという。a 助とは、少年時代からの旧知であり、 本人曰く厚みは A も所属した不良グループのボスだったという。また厚みが役者を目指すようになったのには、ある刑事の言葉があるという。曰く、ある時、厚みが歩道の鎖を盗みそれを売ろうとして警察に補導されたことがあり、その時の刑事に、お前の顔は個性が強すぎて、一度見たら忘れられない。その顔を生かして、 犯罪者になるより、役者になれと言われたことが役者を目指すきっかけになったとのことである。上期、厚み清の肖像、知られざる役者人生によれば、敵や家業に没頭していた頃、浅草の小屋から声をかけられ、それが天気のきっかけとなったとされている。プライベートでの交流が多かった数少ない芸能人として、笹野隆江本明がいる、笹野と、 え本は自由劇場の同僚でもあった。二人とも、男は辛いよ、シリーズの共演者であった。芝居を見に行ったり、バーに飲みに行くこともあったという。笹野は、男は辛いよ、柴又より愛を込めて、以来山田作品の常連となるが、最初に、山田監督へ笹野を紹介したのは、厚み自身であった。野村義太郎、山田幼児系以外のスタッフでは、脚本家、 鈴木直行がたびたび移植企画の脚本を執筆しており、信頼が厚かったことを伺わせる。ただし、厚み自身が企画し、鈴木が執筆した、1972年春公開の、ああ、声なき友が不審に終わり、厳格な今井正監督の現場になじめなかったこともあり、これを境に、厚みは山田作品へ、ほぼを先進した。その5年後の、八つ墓村が、 記録的大ヒットになったが、松竹と角川書店、角川春樹の確出からシリーズ化できなかったこともこの流れを決定づけた。長男の田所健太郎は、日本放送の入社試験の際、履歴書の家族欄に、父、田所安尾職業俳優と書いたことから、採用担当者は、大部屋俳優の息子と思っていたが、後に、厚見清が彼の父親として来社し社内は、 騒然となった。一方で健太郎は、講談社月刊現代2002年8月号の記事、7回記を、前に初めて書かれるエピソード、虎でも、厚み清でもない父、田所野草の素顔で、厚みが健太郎の食器、食事に対する扱いに突然激光し、激しい暴行を何度も加える等のドメスティック、バイオレンスが家族へ、日常的に行われてたとも告白している。 晩年は俳句を趣味としていて、あえらく会、あえら主催において、風天の俳合で、いくつかの句を読んでいる。森英介、風天厚見清の歌、大空出版、2008年、文春文庫2010年に詳しく紹介されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。